はい、こんにちは。プレイアートクリエイターの相澤です。本日ご紹介するおもちゃはまたまたネフの廃盤商品スターというものです。はい、こういうものでございますよ。では行ってみましょう。はい、開けていきますね。古いね。こうね、制作年が書いてないんですよ。でもここの A と E が離れてる、いつも言いますけれども、これはね相当古いんです。半世紀近い前かな、多分ね。箱のこの段ボールの感じ、それからパターン表がほら、わらばんしというね、どういうものかというと、はい、こういうものでございますね。はい、ではこうですよね、全体通して。これね、スターって言うんですけどね、デザイナー名はこれはダニエル・レイモンディンっていう人ですね。会ったことがない人です。不思議なおもちゃですね。はい、丸棒が2、4、6、8、9本ね。で、枠が2つ。これでね、積み木にしたんだね、これを製品化したんだ。なんだろうね、このまあ、ここにこう入るとか、入ったらこれからこうする、こうする。不思議なね、積み木というのか、なんというのか、なんともこれね、形容しがたい何か。あ、これだと位置的に面白くないですね。これでどうだ、下が動いてます。まあ、こういう時はパターン表のものを作ってみるっていうね。これはまあ多分一番よくできた。どうなんだ、でも面白いのかこれ。あ、そんなこと言っちゃいけませんね。そんなこと言っちゃいけませんけども、なかなかね、これがかつて製品になったというところがなんとも面白いね、俺は。はい。こうして、こうしますね、まずね。で、こうします。で、ここから、これを、2本挟んで、こうやって通すのか。こうやって、円柱だからね、転がるんだよね、これ。で、ここでもっと寄せて、ああ、そうか。いろんな積み方が、そりゃあるわ、あるわ、あるけど、不思議だよね、これ。あるよね、こう。これが面白いのかどうか分かりません、俺には。いや、でもね、もう乗りかかった船、やります、やります。これはやっぱ赤の方がいいかな。で、こうして、この間に、もう放送事故になる、ね、なるのではないかっていうくらい、これ難儀な積み木ですね。難儀な積み木なんだけど、やっぱりね、それなりに面白いじゃんこれっていうくらいにはね、それくらいの動画にはしたいな。
したいけど、絶対これさ、できるのか、このパターンが。これ買った人満足したのか。いや、私これ買ったんですけどね、自分でね。なんだか不思議なもんだなぁと思いながら買ったのね。ここでですよ、両側にこれをこうして当てる、ここで当てる、そうしたらこの間を刺すね、どうよ、来た来た来たね。はい、もう一本いけるんだ。そうだね、もう一本いける。いや、これさ、いや、面白いのか、いや、面白くなくはないね。だんだん面白くなってきたぞ俺は。はい、こんな難しいものいきなり作ったから悪いんだね。でもね、不思議さ、不思議さが否めないんだよね。なんかね、これ製品にしたんだ、すげえ、そういう思いがもうね。あ、今この状態からですよ、これをなんとか、でもこうして2本にして、あ、割っちゃうよな、割っちゃうよな、なんかオリジナルパターンができそうだなって今思ったんだけど、これをぐっと詰める、詰める、詰めたら、ここからこの間を、無理かな、無理かな。いや、このあと斜めに置きたいんだよ、私的には。いや、面白いのかわからない。でもこうして乗せることはできるかな。これを一本にすれば、これ逆にする、逆っていうことは、つまり、はい、こうして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 、はい、これを持ち上げるんだ、こうやって持ち上げて、無理かな、こうやって乗せる、どう、面白いと思わない？私のオリジナルパターンです、これ。ここにないやパターンね。無理かな、無理か、やっぱり難儀な積み木。あ、でもね、これこうして2つやるじゃん、2つやったら2つまたこうやるじゃん、3つなら安定するのか、だいたい3つなら安定するんだよね。で、ここで3つ、なんかこれを持ち上げたいんだよね。あ、持ち上げることはできるのか。こうやってね。こうやって持ち上げることはできます。ね。こうやってね。怖い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 。で、これがこう来る。
まあ赤と白木のシンプルな色合いが昔のネフっていいね、やっぱりね。いや、動画始めてから今に至るまで不思議なもの作ったなっていう気持ちはずっとあるね。でもまあ古き良きネフのね、なんとも言えない、スターでございました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。